ットのファウルフライです。さあこうなりますと大泳ぎ回りました。エアス氷柱来るものがあるでしょう。今日のバッティングではとにかくイースタンリーグで4ゲーム投げただけ、まだ1軍のバッティングでは初めて投げるというサウスポーの山田直政投手をわざわざ東京から呼びまして、この江夏のために備えましたジャイアンツでありますが、現在まで8個の三振、そしてバッターボックスに王を迎えまして、もし王三振を記録しますと日本記録の達成ということになりますが、ストライクです。今日の王は2打席2三振です。王は打ちづらいですね。そうでしょうね。他の人はですね、それをやっぱり気にしなくてもいいですけどね、王の場合は非常にやっぱ気にしますね。これはカーブった、ファウルです。2ストライクになりました。江夏から今シーズン7個の三振、今日2つを加えまして9つの三振を喫している王でやります。いつものね、王と違っていろんな動作しますね、はい、口にですね、手を持っていったりですね、肩を揺すぶってみたりいろいろしますよね。やっぱり考えてる証拠ですね。そうですか、さあここはじっと黙って一つこの対決を見守りたいと思います。これは心理状態ではね、バッターの方が負けてますね。来たのが飛びですよ、これは。